上野国一社八幡宮は群馬県高崎市八幡町にある神社である。旧社各は豪社。もともとは薄い八幡宮、板花八幡宮と呼ばれていたと言われる。現在は一般的に八幡八幡宮と通称されるほか、八幡の八幡様と呼ばれている。上野国一社八幡宮は天徳元年に源頼信が八幡荘に岩清水、 やわたを勘定して創建されたという。その後、源、頼り近、吉井 F 氏や頼朝とも、さらには、新田氏、足利氏、武田氏等関と源氏一門の数計を受け、徳川幕府からは、主印地百国を寄進されていたという。主催神は、本田分家の命、合わせて、沖永たらし姫命、玉寄姫命が採取されている。境内敷地は、約9000坪。 現在の社殿は文化11年内史法歴7年の再建とされる。本殿は天地権限作り、境内社の天馬宮は元本寺堂、また同じく稲荷社は元宮である。三面の山岳が県の重要文化財に指定されており、その中には文化7年と群馬県内で最古のものも含まれる。なお、平成の世に入っても山岳の奉納を受け付けているが、 例はほとんどないという。境内には境内者が複数鎮座する。年中行事は以下の通り、ありがとうございます。